皆さんこんばんは、たくあんぼいです。昨日はホーム監視ご覧いただきましたでしょうか。非常に素晴らしいプレーでしたね。おとといは、出殺ですね、ありましたね。皆さんはご覧いただきましたでしょうか。非常にね、素晴らしい選手たちがいらっしゃいますね。そして今日が最終日ということでね、早いもので今日で終わりでございます。今日は種目改札ということでね、非常にいろんなね、個性派揃いな選手たちが揃っておりますのでね、私も楽しみにしております。本日もですね、解説は、還暦を迎えました柳田さんに来ていただいております。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということでね、暑い日が続きますけども、今日も張り切っていきたいと思います。それでは一緒にご覧いただきましょう。どうぞ。ご乗車ありがとうございます。まず杖村選手ですね。はい、ドクターイエローですね。次がですね、13時2分の着になりますね。お願いします。しっかり覚えてますね。はい、どうされましたか。はい、美味しいご飯屋さんですか。そうですね、西口の方出ていただきまして、すぐのところに瀬川っていうカレーうどんのお店がありますので、よかったら行ってください。豊橋名物ですね。はい、どうされましたか。うん、今日も競馬ですか。今日の競馬ね、1、3、4の3連単かな。ギャンブルおっちゃんへの対応もしっかりと。ポケモン GO のスポットですか。ですとね、今もね、4番線のこれはわかるか。今日はね、ニャースが大量発生しておりますので、はい、お願いいたします。すごい、しっかりと子供への対応も素晴らしいですね。杉村選手、ありがとうございます。ありがとうございました。川田選手ですね。 ありがとうございます。あ、キープなくしちゃったんですか。おっと、女子高生への対応です。ここまで580円ね。うん、お願いします。はい、ありがとうございます。マニュアル通りの対応です。20円の返しですね。あ、お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、お釣り忘れてました。580円です。おっと、優しい、ね、JK には優しいのか。はい、切符なくしちゃったと。うん、あとね、領収書あってもダメなんじゃ。もう一回切符買ってもらうことになりますんで。どっからですか。岡崎から。だと580円ですね。もう一回お願いします。女子高生とは打って変わって厳しい対応しております。はい、切符自体なんて出すことできませんので、これはルールになっておりますので、お客様ちょっと待ってください。皆さん同じように払っていただいておりますので、抵抗しております。はい、サラリーマンの方、お客様ちょっと待ってください。皆さん払っていただいておりますので、うん、そう言われましても困ります。お客様だけこうやって改札通すわけにはいきませんので、お客様ちょっとお待ちください。非常に厳しいですね。皆さん払っていただいておりますので、よろしいですか。はい、警察呼ばせていただきますよ。はい、いいですかね。払っていただいてお願いします。でお客様ね、キセル扱いになりますので、3倍運賃いただきまして1740円、ね、出た3倍運賃。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。警察呼びますよ。はい、本当に習字をする方がいるんですね。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おっと、続きまして西崎選手ですね。なんだ、お祭りのような日本が出せねえのか、接客ですね。英語か、英語か。おっと、海外のお客様、どこまで行くの、どこまで行くの。岡崎、5番線13時42分、行ってらっしゃいませ。英語を話さないですね。行ってらっしゃいませ。日本語を誇っています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらキープ。続きまして吉田選手ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらありがとうございます。あ、ご視聴ありがとうございます。今日も100万巻きなんですか。頑張ってください。出た、常連流し。ありがとうございます。ありがとうございます。どうされました。はい、おわん巻き、あ、美味しいですね。いってらっしゃいませ。素晴らしい対応ですね。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。おはよう。続きまして茂野駅長です。おはよう。駅長はしっかりと挨拶をしています。ゴミが落ちてるぞ。おっと、しっかりゴミを拾った。素晴らしい対応。はい、おはよう。おはよう。お、田中、ゴミ落ちてたから捨てといて。はい、おっと、はい、おはよう。平社員へゴミを捨てさせた、はい、最低ですね。おっと、続きまして鶴島助役ですね。しお、はい、これは素晴らしい。気をつけますので、はい、ご迷惑をおかけいたしました。謝罪のプロですね。はい、申し訳ございません。謝り慣れてます。いや、素晴らしい戦いでしたね。いや、今回ですね、非常に素晴らしい戦いをしていただきました。選手の皆さん、お疲れ様でした。ということでね、早速ですけども、順位の方が決まっておりましてですね、発表させていただきたいと思います。なんと金メダルが杖村選手ですね。もうこれは文句なしの金メダルでございます。おめでとうございます。やはりですね、どの年齢層の方にもしっかりとした対応ができるというね、
完璧な豊橋駅のウィキペディアと呼ばれる男ですね。そして銀メダル、こちらがですね川田選手になっております。非常にですね若者に対してですね、優しい対応をしていたので若者からの人気が非常に高いですね。逆にサラリーマンたちには厳しいので、年齢の高いですね中年男性からは非常にですねブーイングが来ておりますけども若者層をしっかりとゲットした川田さん、見事銀メダルに輝きました。そして銅メダルですね、吉田選手、常連の流し方が非常に分かったですね。なかなかああいった流し方はねできませんのでこれからね参考にしていただく、社員の方たちもねいらっしゃるのではないでしょうか。非常に素晴らしいプレーでした。ありがとうございます。ということでね柳田さん、以上でね全種目終わりましたけどいかがでしたか。はい、すごくねいい試合を見させていただきました。本当にね、まだまだね、駅員さんたちの、いろんな仕事ぶりをね見させてもらって本当にね還暦迎えて退職した身ですけどもね、また3年後お会いしましょう。さようなら。